こんにちは。こんにちは。はい、新潟県長岡市のバーマというお店のマスターの丸山です。丸山です。お願いします。お願いします。アシスタントの山谷です。お願いします。山谷さん。山谷さん。はい。私お酒をやめました。はい、禁酒を今年から。何があったんですか。何にもないですけど、お酒を飲んでから7キロぐらい体重が増えました。お酒を飲んで7キロ太った。はい、きっとなかなかあれですね、パワーアップしました。はい、増えました。じゃあもうここから戻す、方向に。はい、一切飲まないですか。どう、まあ、ちょっとは飲むでしょ。月2回まで許すってことにしました。禁酒じゃないですね。まあ、まあしょうがないですよ。はい、いい年頃の子が酒やめるなんていうのはまだ早い。早い。はい。まだ飲みたい時には飲んでください。今日はね、お酒のおつまみに非常にいいお料理をします。はい。酒やめるなんて言わないでほしい。わかりました。泣いちゃいます。飲みます。では、本日のお料理を、はい、発表いたします。本日は、チャーシューです。チャーシュー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 は食べたことありますか。あります。あります。大体ありますよ、はい、全国民の多分9割がありますよね、はい、ベジタリアンの方は食べないと思いますけど、多分まあ8割9割の方がチャーシューを食べたことある。で、チャーシュー、はい、まあ、ラーメン屋さんがなんかイメージ強いですよね、うん、チャーシューってね。ラーメン屋さんは、うん、おそらくあれはね、チャーシューですけど煮豚だと思います。煮豚。似てると思います。あの醤油、うん、醤油の中に肉を入れて、まあ、紐で縛ったりさせて、入れて煮込む。煮込む。で、火を入れてくる。チャーシューはね、なんかそれ一応焼き豚なんですよ、うん、カテゴリーとしては、本当は、うん、ただ煮豚もめっちゃ美味しいんですよ、うん、いいんです、全然もうめんどくさいことやるときチャーシューでいいんですよ、一口 で今回作るチャーシューは焼き豚です。焼き豚、本物煮ないです。あの中華街とかで食べるチャーシューは多分焼き豚ですね、本場の。うん、焼き豚で、今日はそのうちのお店でも出してる焼き豚をそのまま同じように作ります。はい、はい、では、チャーシュー作ります。はい、お願いします。お願いします。本日、食材の発表でございます。はい、まず重い豚の肩ロース、はい、肩ロースチャーシュー。肩ロースチャーシュー、はい、肩ロースです、まあ、バラ肉とかいろいろあるんですけど、肩ロースは、ね、ちょっと脂のバランスが私すごい好き。脂っぽくもなく、でもなんか肉だけじゃないみたいな、ね、いいバランスなんですよ、肩ロース、はい、なので肩ロース肉、これが1キロ。1キロなんてちょっとどこで買えるんだよって思うじゃないですか、こんなでっけえ。これね、スーパーでだいたいね 500g ぐらいで1パックで売ってます。500で、じゃあそれ2つって感じですね。なるほど、2パック分だと思って、だいたい1キロぐらいって思ってもらえる。はい、はい、はい、そして砂糖120g、 塩 20g、 塩20です。そして溶き卵半分分です。半分分です。溶き卵、溶いたやつ。醤油小さじ1。甜麺醤、これさっき作った甜麺醤です。はい、甜麺醤で、これですよ。ウーシャンフェン。ウーシャンフェン、いずれ日本語じゃないから言いづらい。ウーシャンフェン、これちょっとです。結構香りがね、臭いんですよ。うん、苦手これ。あー、漢方っぽい。そうそう、漢方っぽいでしょ。なんですかこれ。薬の匂い。薬っぽいよね。薬です。薬です。
で、食紅です。食紅、うん、イエーイ。食紅です。赤です。赤、あのね、中華街のチャーシューって赤いんですよ。赤いです。じゃあまずこの肉、はい、肉です。はい、肉をね、ちょっと一回これ味が染みやすいようにこのフォークでちょっとツン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 します。ツンツンでいいですか。ツンツンします。ツンツンもあります。ツンツン、おでんツンツン。おでんツンツンってな。あの YouTube で炎上した。ああ、ツンツンってやつね。そう、くそちょっと怖い。なんか嫌なことあったんですか。嫌なことないですね。今ハッピーです。ないんですけど、力強い、強い。崩れますかね。あんまりボコボコな穴開けるわけじゃないんで、はい、ちょっとなるほど。もうなんか穴だらけですけどね、これね、すごいやられてる。蜂の巣なんだ。マシャーイ。じゃあ次行きましょう。もう一匹、もう一匹、はい、このツンツンマヨ、ツンツンマヨ、ここまた戻します。はい、はい、じゃあ先にマナさん、ちょっと手今肉いじっちゃったんで手洗ってください。はい、そのあたりに私はまな板を拭きたいと。DJ。 はい、 DJ。 あー、脇腹がつった、はい、よし、 OK。 そしたらですね、さっき、醤油とか、はい、砂糖とか、はい、全部ボウルに入れます。はい、これを、これ小さじ2分の1ぐらいでいいんですよ。結構もう香り強いんで、あんま入れるとね、だから臭い方になります。臭い、ちょっとです。表じゃん。食紅ですよ。赤ですよ、赤。よし、赤ですよ。これをあんま入れるとちょっと真っ赤っかになりすぎるんで。手が滑った。何かな。おまけ。手袋を使っていただいてですね。はい、手真っ赤になります。了解です。よし。はい。もんで。はい。はい。もみ込めば。はい。はい。血だらけみたい。血だらけです。血のりです。やってきました。血のりです。やってきました。うわあ。できましたね。はい、これが、今色粉にまとわせた状態に。ほら、上がったでしょ。で、これをですね、一晩つけるんですよ。一晩ね。まあ、ラップしてじゃん。はい。ラップします。はい。でももう、まな板の上が尋常じゃなくて。やばい。まな板やばいな、これ。赤くなってるのは血だらけです。糸をやってる。拭けるかな、これ。ちょっと。よし。計算しましょう。はい。あ、消えた。よくないですか。うっすらピンクですよ。そう、染めた。うっすらピンクになってしまいました。まな板がうっすらピンクになってしまいました。かわいい、夢かわいい。で、これを一晩つけます。はい、なので今日はここまでしかできません。できないんです。あら、撮影ですかってなるじゃないですか。一晩つけたのあるんですよ、ここに。よくあるやつ。一晩つけたのあるんですよ、ここに。ほら、俺これやりたかったんですよ、俺。で、つけたものがこちらになります。やりたかったんですよ、料理番組の。できた、できた、ほら。いや、夢叶ったわ。やった、2020。やりたかったんですよ、この。これが、その4時間煮込んだものがこちらですよ。
昨日の夜からやってたんです、実はやってたんですよね。はい、開けてみましょう、はい、見た目が全然違うんですよ。牛肉みたいですね。全然違うでしょ、美味しそう。砂糖溶けてサラサラになってるんですよ、ほら。本当だ。ほら、最初はこのドロドロだったんですよ、こんぐらいね。ただそれが1日経つと、ほら、なんなんすかね、これね、なんなんすかね、肉のなんなんだろう、これ謎ですよね、未だに私もわかりません。科学の力、うん、なんとか効果とかいいんですかね、こんな水になっちゃってさ、すごいよね、うん、で、もうしっかり使ってますから、はい、ほら、しっかりと。これを焼きます。はい、オーブンで焼くんですよ、オーブンで、オーブンで焼きます。これ鉄板、はい、このクッキングシート敷いて、うん、じゃあ油が下に落ちるんで、これ網やみしかないといけないで、これを乗っけて焼きます。よし、焼きます、はい、ポジション変更、変更します、はい、はい、こんな感じです、はい、ね、これで焼くんです、はい、200度、200度、30分、片面30分で、ひっくり返して30分、もう片面30分、それでいけると思います。 OK、はい、やっちゃいましょう。よし、じゃあまずここに入れていく、はい、オーブン、オーブン、200度、30分、オーブン、200度、ほら、いい照りでしょ、これ。ひっくり返します。はい。よいしょ。よし。いきます。はい。よし。ああ。はい。こんな感じで。はい。ひっくり返して。これ、パート2。はい。パート2です。パート2。もう一回入れます。入れます。お願いします。はい。開けます、はい、はい、おかえりなさい、おかえりなさいませ、おかえりなさいませ、はい、はい、おお、すげえ、チャーシュー焼けましたよ、はい、焼けましたね、焼けましたね、油も落ちて、いい感じに砂糖も焦げて、はい、じゃあこれをですね、はい、切ります、切ります、焼きたて、はい、焼きたてチャーシュー、肉汁がすげえ、おいしそう、うらうらうら、すげえ、はい、美しい、いきます、いい匂い、チャーシー、チャーシー、ではでは食べて、はい、私そっち行けないんでね、はい、マナさんに託していいですか、はい、はい、お願いします、はい、えい、もう一回、えい、いかがでしょう、綺麗になりました、はい、おめでとうございます、ありがとうございました、はい、何点でしょう、50点、あ、まだまだ伸びしろがある、綺麗が、綺麗、優しさが邪魔をしてました、なるほど、ふん、ふん、よし、いただきます、いただきます、焼きたてですからね、美味しい、うん、うん、肉だな、うん、美味しい、うん、ちょっと甘みがある、うん、なんとかの粉の匂いもちゃんとする、ウーシャンフェン、ウーシャンフェン、ウーシャンフェンです。このチャーシューは一回作って、まあ、食べきればベストなんですけど、食べきれなかったら冷凍、ラップして冷凍してくるんで、ラップして冷凍庫入れてもいいです、うん、で食べようと思った時に電子レンジで温めして切って、うん、
切ったやつをまた加熱してもいいじゃないですか、焼いて保存効くんだよね、お肉なので、ぜひ一度作ってしまえばこっちのもんです。チャーシューでした。また次回会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、カニは緊張マットですって。それ誰？わかんない。二人おじさんなんだけど。吉本系。うん、なんか坂田師匠の気がするね。左下ね。と寛平ちゃん。あ、ほの坂田。あ、右下の鶏の首のとこに神山。神山か上山？神山って書いてある。誰なの？わかんない。なんか。なんかでも可愛いね。夏だね。